相手と距離が近いときはさ、上と下危ないのはどちら？何回も言ってくる。下の方が危ないな。下の方が危ない。下から上に手上げるのは早いけど、ここからここに下げたり、ここからここからしゃがむのは人間遅いからな。だから相手と距離近かったら手は下にしてな。これみんなやってるやな。でもこれプロの人とかでも、俺は恐れずに言うよ。全然修正できるのいっぱいある。こうやってみんな癖でこうやって構えてる人とかいるな。こうやって構えてて結局受けて手出すの遅れて入ってる。これ単純にここ守りたいんやったら手は手のひら相手向けて、相手向けておいて、こっから面で止めれるから。ほんとこんだけ、もう手のひらがこんだけなんか、こんだけなんか、どこにでも出したいときはこれでいいよ。もっと距離があったりこれで大丈夫。でも近いんやったらやっぱ下、手のひら完全にこうじゃない。もうほんとちょっとします。僕こっちの方が手出しやすいんです。まずはこう、まずはこの状態からよ。タイミング取って、中途に面作って止めるんですよな。オッケー、これ意識してやる。いくか。さあ、手のひら意識して、ほんとちょっと残す。はいか、はい。抜けたら、手のひらこっち、そうそうそう。はい、おー、ナイスキーパー。ファイナルオーケー。はい。そう。さあ、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 悪くない、悪くない。はい。手のひらこっち、そう。はい、ナイスキーパー。うん、ありがとう。褒めてくれてありがとう。そう、ナイス。よくボール見やんと取れたな、ナイスキーパー。はいよ、手のひらこっち、そう、そういうことやな。それで後ろに行かへんからな、キャッチできたら持っていけるな。手のひらこっち、そう、ナイスキーパー。はい、そう、手のひら、手のひらボーイ、手のひらボーイ、ナイスキーパー。あー